日本鹿児島県鹿児島市下田町下田町は、鹿児島県鹿児島市の町。旧薩摩国鹿児島郡鹿児島近在下田村、鹿児島郡吉野村大技下田。郵便番号は892-0873。人口は2268人、世帯数は1102世帯。町域内には、世界文化遺産、明治日本の産業革命遺産製鉄、成功、造船。 石炭産業の構成資産の一つであり、国指定史跡である、関基地の疎水港がある。関基地の疎水港は、江戸時代末期に、薩摩藩主、島津成明によって進められた修正管事業において、動力源として利用される水を稲荷川から、千元園まで引き込むために建設され、現在でも農業用水として一部が利用されている。鹿児島市の北部、 稲荷川中流域に位置する。町域の北方に、川上町、南方に、坂、元町、石木町、西方に、西石木、石木台、下石木町、川上町、東方に、吉野町、吉野一丁目が接している。稲荷川流域に盆地が広がる。町域の中央を南北に、鹿児島県道25号鹿児島蒲生線が通り、 南部の下田三文字から、鹿児島県道209号帯挟ま下田線が東方向に分岐している。また、町域の西部を南北に、九州自動車道が通っている。下田という地名は、南北朝時代より見え、薩摩国鹿児島郡下田村であった。山田氏文書に収録されている昭平13年の、島津宇治久城によれば、島津宇治久が、 山田諸三郎中行に、鹿児島郡内城意識村及び下田村の、自東特分三分の二を安堵している。江戸時代には、薩摩国鹿児島郡鹿児島近在のうちであった。鹿児島近在のうちでは、延命に区分されていた。村高は、天保郷町においては282国余り、群村高辻町では282国余り、三州五地性洋欄では510国余りであった。 1870年に坂本村に編入されたが、再び1881年に坂本村から再び分村し、鹿児島郡下田村となった。1879年には下田に下高小学が開設されたが、1893年に大和川上の川上神社高等小学校に統合された。1889年4月1日に、 町村制が施行されたのに伴い、鹿児島郡鹿児島近在の内吉野村、川上村、岡野原村、坂本村の区域より、鹿児島郡に吉野村が成立した。それまでの下田村は、吉野村の大技、下田となった。1934年8月1日には、吉野村が、鹿児島郡西部田村及び中高里井村と共に、鹿児島市に編入された。 同日発行の鹿児島県広報に掲載された、鹿児島県告示、鹿児島市内大技名配市町名改め小波み、2区域変更により、下田を廃止し、それの区域を、下田町とすることが、鹿児島県知事によって許可され、吉野村の大技、下田を廃止、その区域をもって新たに、鹿児島市の町、下田町が設置された。二千五年二月七日には民が、久保地区において、 住居表示が実施されることとなったのに伴い、下田町及び下石器町の一部より、石木台7丁目が設置された。2015年2月2日には、吉野地区において、住居表示が実施されるのに伴い、下田町及び川上町、吉野町の各一部より、吉野一丁目が新たに設置された。以下の表は、国勢調査による、小地域集計が開始された年、 以降の人口の推移である。鹿児島下田郵便局私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。